トロッコ芥川龍之介小田原熱海間に警備鉄道敷設の工事が始まったのは良平の八つの年だった良平は毎日村外れへその工事を見物に行った 王子をと言ったところがただトロッコで土を運搬するそれが面白さに見に行ったのであるトロッコの上には土工が2人土を積んだ後ろに佇たずんでいるトロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。 煽るように車台が動いたり土工の斑点の裾がひらついたり細い線路がしなったり良平はそんな景色を眺めながら「土工になりたい」と思うことがある「せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある」 トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土耕たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いかその線路の終点へ車の土をぶちまけるそれから今度はトロッコを押し押し元来た山の方へ登り始める。 良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのであるある夕方それは2月の初旬だった良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行ったトロッコは 泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるがその他はどこを見てもどこたちの姿は見えなかった三人の子供はは恐る恐る一番端にあるトロッコを押したトロッコは三人の力がそろうと突然ゴロリと車輪を回した 兵はこの音にヒヤリとしたしかし二度目の車輪の音はもう彼を脅かさなかったゴロリゴロリトロッコはそういう音とともに三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった そのうちにかれこれ十0軒ほど来ると線路の勾配が急になりだしたトロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなったどうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある良平はもうよいと思ったから 年下の二人に合図をしたさあ乗ろう彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗ったトロッコは最初おもむろにそれからみるみる勢いよく一息に線路を下り出したその途端に突き当たりの風景は たちまちま両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる顔に当たる白母の風足の下に踊るトロッコの動揺両兵はほとんど有頂天になったしかしトロッコは二三分の後もう元の終点に止まっていた さあもう一度押すじゃ。良平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったがまだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出したのみならずそれは聞こえ出したかと思うと 急にこういう怒鳴り声に変わったこの野郎誰に断ってトロに触ったそこには古い印番点に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土壕が佇んでいるそういう姿が目に入った時亮平は 年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していたそれぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはないただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかに はっきりした記憶を残している薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしいその後10日余り経ってから良平はまたたった一人 昼過ぎの工事場にたたずみながらトロッコの来るのを眺めていたすると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両これは本線になるはずの太い線路を登ってきたこのトロッコを押しているのは二人とも若い男だった 亮平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がしたこの人たちならば叱られない彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていったおじさん押してやろうかその中の一人 島のシャツを着ている男はうつむきにトロッコを押したまま思った通りり快い返事をしたおお押していくよ。良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた「我はなかなか力があるな 他の一人耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれたそのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた「もう幼くともよい」「良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった」 が若い二人の土工は前よりも腰を落としたぎり黙々と車を押し続けていた良平はとうとうこらえきれずにおずおずこんなことを尋ねてみた「いつまでも押していていいいいとも」二人は同時に返事をした。 平は優しい人たちだと思った56兆余り押し続けたら線路はもう一度急勾配になったそこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている「上り道の方がいい」。 いつまでも押させてくれるから良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにしたみかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった島のシャツを着ている男は良平に「やい乗れ!」。 兵はすぐに飛び乗った。トラックは三人が乗り移ると同時にみかん畑のにおいをあおりながらひたすべりに全路を走りだした「押すよりも乗る方がずっといい」。両平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた「行きに押すところが多ければ」。 帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹藪のあるところへ来ると、トロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。 竹やぶはいつか雑木林になったつま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあったその道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々とうすら寒い海が開けた。 と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた三人はまたトロッコへ乗った車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていったしかし良平はさっきのように 面白い気持ちにはなれなれかった「もう帰ってくれればいい」「彼はそうも念じてみた」が行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。 その次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった二人の土工はその店へ入ると血飲み子をおぶったかみさんを相手に悠々ゆうゆうと茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながら トロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後茶店を出てきしなにまきたばこを耳にはさんだ男はその時はもうはさんでいなかったがトロッコの側にいる良平に 新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。良平は冷淡に「ありがとう」と言った。がすぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた。歌詞には 新聞紙にあったらしい石油のにおいがしみついていた三人はトロッコを押しながらゆるい傾斜を登っていった良平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへ降りきると また同じような茶店があった土工たちがその中へ入ったあと良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている「もう日が暮れる」 彼はそう考えるとぼんやり腰掛けてもいられなかったトロッコの車輪を蹴ってみたり一人では動かないのを承知しながらうんうんそれを押してみたりそんなことに気持ちを紛らわせていたところが土工たちは出てくると車の上の枕木に手をかけながら 無造作に彼にこう言った「俺はもう帰んな俺たちは今日は向こう止まりだからあんまり帰りが遅くなると我の家でも心配するずら」。両平は一瞬間あっけに取られた。 もうかれこれここ暗くなること去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその三四倍あることそれを今からたった一人歩いて帰らなければならないことそういうことが一時に分かったのである良平はほとんど泣きそうになった が「泣いても仕方がないいと思った。泣いてる場合ではないとも思った」。彼は若い二人の怒壌に取ってつけたようなお辞儀をするとどんどん線路自体に走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路の側を走り続けた。 そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたからそれを道端へ放り出すついでに板造りもそこへ逃げ捨ててしまったすると薄い旅の裏へ直に小石が食い込んだが足だけははるかに軽くなった彼は左に海を感じながら 急な坂道を駆け上った「時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる」「それは無理に我慢しても花だけは絶えずクークー鳴った」「竹藪の側を駆け抜けると夕焼けの下日干金山の空ももうホテりが消えかかっていた」 良平はいよいよ気が気でなかった雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だったすると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったからやはり必死にかけ続けたなり羽織を道端へ脱いで捨てたみかん畑へ来る頃には あたた。りは暗くなる一方だっだ命さえ助かれば良平はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていったやっと遠い夕闇の中に村ずれの糀場が見えた時良平はひと思いに泣きたくなったしかし その時もベソは書いたがとうとう泣かずに描け続けた彼の村へ入ってみるともう両側の実家には伝統の光が差し合っていた良平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。 井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は良平があえぎあえぎ走るのを見ては「おいどうしたね?」などと声をかけたが彼は無言のまま「雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走りすぎた」。 彼の家の門口へ駆け込んだ時良平はとうとう大声に「わ」っと泣き出さずにはいられなかったその泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせたことに母は 何とか言いながら「良平の体を抱えるようにした」が。が良平は手足をもがきながら「すすり上げすすり上げ泣き続けた」。その声があまり激しかったせいか近所の女衆も三四人。 薄暗い門口へ集まってきた父母はもちろんその人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた 今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら「良平は26の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に更生の主筆を握っている」。 が彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や坂のある道が細々と一筋 断続している最後までお聞きいただきありがとうございます青空エリねチャンネル登録よろしくお願いします